どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、いつもご覧いただいているノクさんから特別なメッセージがかかってきました。で、非常に興味のある内容です。で、前提として言えるのは、ビジネスの話であったり、投資の話であったり、恋愛の話でも、それからですね、格闘技でもダイエットでも同じなんですけども、自分の目標とする結果ってのは皆さんあると思いますけども、どんなことを挑戦してもほとんどの場合はそれは理想通りに得られないじゃないですか。それは前提ですよね。やっぱり豊かな人生を送りたい、幸せな人生を送りたいって誰もが思うんですけども、毎日毎日頑張っていてもそうはならないわけですよ。ですんで、そんなね、バラ色の人生は相当な努力を重ねて、運に恵まれないと、人に恵まれてないと来ないっていうのは別に私から言うまでもなく前提だと思うんですよ。で、思いを込めて挑戦した結果、努力の甲斐なく結果が得られなかったってことは結構あると思うんですよね。まあ私からね、こんなことをね、くどくど言うこともなく、骨身に染みてる方が私の放送を見てらっしゃると思いますから、私がいくらね、メリットを強調したところで、それからいろんな案件のメリットをね、放送されたところで、そうじゃない部分もやっぱり認識できると思うんですよね。まあそれを前提にお聞きいただきたいんですけども、今回ノクさんからもたらされた情報はやっぱりね、私にとっても新しい挑戦を意味するものです。結果がね、どうこうなるかってことは、その時のタイミングや私の努力や、それから情報の解釈の仕方であったりね、それから行動、運、こういったさまざまな要素で形作られてると思います。ですんで、結果が万が一ね、自分の思った通りになっていなくても、それは自分の選んだことでありね、当然受け取るべきリスクだと思うんですよ。ですんで、徹底的にリスクの説明がなかったとしても、それはやっぱり求めていかないといけないですよね。こういう場合はどういうふうにリスクがかかるんですかとか、このリスクが生じた場合はその リスクエッジってどういうふうにできるんですかとかね。で、吟味して吟味して吟味して一つの選択をするんだと思います。で、そういったことをね、ほとんどせずにふわふわっと何かの案件に参加するってことは、言ってみればですね、高速道路をね、目隠しして走るのもんなんですよ。これ高い確率で事故を起こしてしまいますよね。ひどい時には致命傷とか、死んでしまう場合もありますよね。だからそうはなっていただきたくないので、本当に自分がこの料金所をくぐって高速道路に乗る準備ができているかどうか、これやっぱりよくよく自己認識しないといけないところだと思いますね。はい、じゃあ前置きをね、いろいろと申し上げましたけども、今回暗号通貨の案件だということなんですけども、暗号通貨に対して拒否反応とかね、苦手意識がある方はまずここで参加するっていう選択肢をなくしていただきたいと思います。金が儲かれば何でもいいよとは言ってもですね、やっぱりこの案件は苦手、この案件なら何とかっていうのはあると思うんですよ。金が儲かれば何でもいいっていうんだったら、近くのコンビニや牛丼屋でバイトすれば済む話なんですよ。そっちの方がより確実でしょ。でもこういった情報っていうのはね、変化しやすいんですよ。コンビニや牛丼屋ってのが明日いきなりね、時給が500円ダウンになりましたってことはなかなか考えられないんですけども、情報系、暗号通貨系、投資系ってのは何の場合ぶれもなく10秒後に全く違った現象ってのが起きるんですよね。それは体験していなくても散々パラ他人事として聞いてきたことって多いんじゃないですかね。なんかね、投資に参加したけども資金がパーになっちゃいましたとかね、聞いたことないですかね。事業に誘われて一口乗ってみたけどもお金が返ってきませんでした、ありますよね。かと思えば、なんかよくわけのわかんないね、ビットコインみたいなものをなんか買ってみたら、むちゃくちゃ値上がりして今ね、1ビットが600万でなんか儲かっちゃったと、ありがとうみたいなね、そんなことがあったりとかね。まあ世の中水物なんですよ。ボクシングの試合に出たからといって、練習してトレーナーの言う通りにやってできる限りの努力をしました、でも勝ちって確実じゃないですよね。それからどっかの会社に苦労して就職しました、安泰ですか人生？違いますよね。そんなもんないです。何かに乗っかっていれば
絶対に大丈夫ってことはないわけですよ。で、今回もそのぐらいの思いでノクさん、私の方に紹介してくださったと思います。で、私はノクさんを信頼はしていますけども、それとは別にノクさんの紹介する案件ってのは別の信頼が必要です。そして信頼して自分の選択でエントリーした以上、そこで何かしらの問題が起きて損害が起きても、それは全て自分の人生に起きたことであり、まあ、ノクさんにねアドバイスを求めることがあったとしても、もうノクさんのせいだよっていうことはねないと思うんですよ。うん、いや、そこまでね分別のない人間ではないですからね。最近私の YouTube のコメント欄でもね、一生懸命いろいろ書いてくださる方がいますけども、それも自らの選択で自分で選んだ YouTube の再生ボタンを押して、そしてそこで起きたことをずっと自分の意思で聞き続けて見続けて、それで起きた感情に対して、なんだこの野郎っていうふうにコメントをつけるのはね違うのかなと。それはあなたが YouTube なんてものをね別に見なくてもいいわけですから、それこそ DVD も借りてきて楽しい映画でも見とけばいいわけですよ。でも楽しい映画を差し置いて、私の YouTube チャンネルを再生して、しかも YouTube の中でも、あ、これ面白そうだなっていうタイトルやサムネイルをね自分で選んで再生して、途中で離脱することもなく概ね最後まで聞いて、その上で自分の判断で決めるわけですからね。はい、まあ、くどくどとお話ししましたけども、底辺派遣でも1億円というタイトルの動画とね、それからなんとかシステム解説、これはなんとかシステムっていうのはねちょっとあるんですけども、アルファベットで5文字で、これ限定配信なんでちょっと言いませんけどもね、まあ、こういった内容が見ることができるなというところですね。これね、ノクさんね、場合によっては私とノクさんでちょっとライブ対談をしながら、この事業のね、できる範囲のところをちょっと紐解いていって、で、興味のある方をそこで絞り込んでいくっていう形はどうかなと思います。うん、一応ノクさんは私たちより先にこの情報を知りましたけども、でもノクさんも事業者の主体としてね、隅から隅まで裏側まで分かってるわけではないと思うんですよ。まあ、ですんでノクさん一人にこういった情報を押し付けるんではなくてね、参加する意思のある方がみんなでね、いろんな角度から見ていって、で、一連卓上ではないですけどもね、情報共有しながら進捗をお互い測りながら一歩一歩進めていければ成功の確率は高まるんではないかなと思いますね。目指すところはね、今よりも資金状態が良くなることでしょ、みんな。まあ、でもそこを目指していても、逆にみんなしてお金がパーになって終わりってこともあるわけですよ。だからね、1円たりとも損したくない方、そんな人はもうね、ビジネス、投資、情報参加しない方がいいと思います、そういう人はね。いや、ですんでね、ある程度の傷を負う覚悟が必要ですよ。で、結果かすり傷は負ったけどもゴールにたどり着いたよねっていう風なね、まあ、そんな道を志すもので集まっていきたいなと思う今回の情報でございました。それではね、先ほど3本の URL クリックさせてもらったんですけども、改めてもう一回これから拝見します。それでは。